市で行われた子育て中のママに向けたちょっと変わったアート体験の話題です。子育て真っ最中の忙しいママたちにものづくりを楽しんでもらおうと開催されているママのアトリエ。この日はピカピカ玉作りが行われました。講師は米光千恵さん、元小学校の図工の先生で現在2人の子どものママです。ものづくりで無心になる時間を持つことで気持ちや考え方を転換し、子ども心を取り戻す時間を作りたいとしてこのアトリエが始まりました。ピカピカ玉作り、まずは粘土を手の中で転がします。優しく優しく時間をかけてひたすら転がすとだんだんツルツルになっていきます。その玉を広告や雑誌のカラーページにこすりつけます。そうするとインクの色が移ってピカピカに、まるで宝石のような輝きを持った玉に変身しました。好きな色を塗ってよりキラキラにさせることもできます。粘土とか久しぶりに触ったので、あ、こんな感触だったかみたいな、ちょっと子供心を戻ったような感じで、何も気にせずに何もとらわれずに集中する時間っていうのがもうここ数年なかったんで、すごいリフレッシュできて来てよかったなって思いました。次回は親子のアトリエを予定しています。絵の具や木などを使ってママと子供が一緒にアート作りを楽しめます。